はい、こんにちは、海坊主です。今回のねファーミングシミュレーター22なんですけど、まあ前回からね結構時間経ってます。っていうのもね、なかなか子牛が生まれなかったんですよ。なのでそうやってたらね結構時間経っちゃいました。はい、ってことでね、今回はね何をするかというとね、まあ特に考えてません。とりあえずね牛の報告からしていこうと思います。それではね本日もよろしくお願いします。はい、ってことでね、牛なんですけどね、今はね40頭いますけど、最初はねちょっと前までね80頭フルにいたんですけどね、ただ今いるのはね全部若い牛、生まれたばっかりの若い牛ってことなんでね、とりあえずは生まれたばっかりかどうかわかんないけどはい、もう5ヶ月は経ってましたね。とりあえず5ヶ月経ってる牛がまあ20頭ずついるんですけど、ちょっとねもうちょっとこう緩やかに繁殖したいのでね、10頭ほどね売っちゃいましょう。餌がね大量消費になっちゃいますからね。まあってことでね、こちらが20頭になりました。10頭10頭ですね。ブラウンスイス10頭のホルスタイン10頭って感じになってます。なんかこれはね一緒に合わさっちゃったような感じがしなくもないですけど、はい。で肉牛の方ですけど、こちらは今40頭ですね。で40頭の方がいます。若い牛が20頭の大人の牛が20頭でね、まあこっちもね先に生まれてた方はねもう売っちゃってもいいのかなと思います。ちょっと様子見てたんですけどね、1頭がね3330ユーロからね上に行ってないのを見ると、もしかしたらねこれがマックスなのかもしんない。まあでももうちょっとだけちょっと様子見てみますね。一番高いところで、ね、売らないとあれなんでね。はい、ってことでね、じゃあまずはねこっちの乳牛の方にねたっぷりと牛乳あるので、まあ牛乳を使った施設をねなんか建ててみましょう。はあ、こっち結構スペースあるなと思ったけどあんまないんですね。もう崖ですね。ここら辺になんか建てますか。ね乳業工場の方を建ててみますか。まあ砂糖を持ってくればねなんかいろいろできるみたいですけどね、まあいいでしょう。とりあえず適当にねここら辺に一軒ポンと建てましょう。はい、こんな感じですね。まずバター、こちらは牛乳から作るみたいですね。チーズも牛乳から作るみたい。まあどっちのがいいんだって話ですけどね、牛乳のが変換率は良さそうですよね。あ、じゃあバターのが。でチョコレートはね牛乳1に対して砂糖1でできるみたいです。ちょっと待ってくださいね。はい、でまあ相場自体ですけど、チョコレートがね5700です。で今4月なんで、まあ底値ぐらいでもそこそこの金額いってますよね。ってことはね意外と利益は高いのかな。頭で6400、加減で5500ってところみたいですね。あ、アップデートでこれが出るようになったんですね。これはいいや。ほら、109から87ってね、ちゃんとね、上限と下限が分かるようになりましたね。じゃあ、バターとチーズ。バターはね、2900、3000ぐらいですね。まあだから、間取って2700ぐらい。チーズは、結構、あれですね、高いですね。まあでもチョコレートが一番うまそうですかね。ってことでね、チョコレート生産をちょっとしてみますか。で砂糖工場をね最近稼働させてなかったんですけど、久々にね砂糖工場を稼働させて供給にしとけばね多分大丈夫でしょう。はい、ってことでね、じゃあ早速ね砂糖工場の方にね納品させておきましょう。この中にね、とりあえず大量のね天才は入ってるんでね、
57万ありますから。これでね、とりあえずはしばらくね、チョコレート生産をやってみたいと思います。そう、あんまり天才作りたくないので、いつまでもやるかっつったら多分途中からね、あのバター作りとかチーズ作りにね変えそうな気はするんですけどね。とりあえず天才が続くまではね、やってみたいと思います。はい、まあだいたい10万ぐらいでいいでしょう。まだまだ満タンにはなってないですけどね。さすがにね、モッドのねトレーラーだけありましてね、大量にね乗りますから。はい、じゃあね、ここでね荷下ろししましょう。あれ、全部吸い込まれましたね。だったらね、まあいいか。ちょっと制御できなかった。もうちょっと投入しときますか。じゃあ、まさかね全部吸い込まれると思わなかった。はい、じゃあ追加でね12万。まあさすがにこんだけの量あればね大丈夫でしょう。ていうか、そう、投入してるのに飽きたとかね、こういうことではないっていう感じですけどすーげー時間かかんだもんな。もうちょっとねドワーッと出てほしいですよ全部入っちゃった。はい、じゃあってことでね、とりあえずはじゃあこちらでね牛乳を運びましょうちょっと前までね、っていうか、とこれスラリー運んでたねローリーなんですけどね、牛乳運べるのかな牛乳運べる運べるスラリー運んだ後だったらね、ほんと洗った方がいいよって感じですけどね。まあまあゲームだからね、そこら辺は大丈夫でしょう。お腹壊れたとかにはならないですよね多分はい、とりあえずね、入ってる中身全部、牛乳がねローリーの中に入りましたけど、とりあえずねこちらが納品し終わったら多分生産始まるかなって感じですね。はい、じゃあ牛乳おろしましょう。はい、生産これで開始ですね。砂糖の方のね供給が始まったらね多分生産始まると思うんですけどね。月に2400なんで、あんまりね量自体はね生産できそうにないって感じですね。うん、だから2年分ぐらいありますよこれ2年分以上か。まあまあまあいいでしょう。はい、で次はね牛乳運び終わったこのタンクでねまたスラリー積んどきましょう。溜まったスラリーはねもうすぐあのバイオガスにね投入してってるんでね、発電ですよ発電。でとりあえずはね堆肥が溜まってるところを見るとね、そろそろねこっちの方の投入もしてもいいのかなって感じですかね。そうするとね発電がよりうまくなりますよね。はい、溜まったスラリーがね全部、あ、ちなみに堆肥どんぐらい溜まってんだろう。あ、結構溜まってますね。12万溜まってるよ。はい、じゃあねこっちの乳牛舎の方からのねスラリー汲み取っときましょう。こっちでも最近汲み取ったような気がするんだけどな。そうですね、でも結構溜まってるな。こっちのね堆肥も18万溜まってますね。あ、結構ね溜めておけるんでしょうね堆肥。上ちょっとはみ出してますけどね。はい、じゃあねバイオガス持っていきましょう。投入ですね。これでねまた発電してくれるんでね。はい、じゃああとはね堆肥運搬車をね買いましょうか。堆肥運搬はね何でやろうかな。
まあ同じでかいやつでいいですよね。あれは確か普通のトレーラーの項目だったっけ。はい、これですね。相変わらずね、スクエアベールが散乱してますけど、本当どっか行ってくんねえかなこれ。はい、色はね、何色にしようかなっていう感じですけど、はい、とりあえずこちらですね。じゃあ持ってきましょう、上まで。まあ多分これでもね、大気は運べるとは思うんですよね。確か制約はなかったと思う。しかしね、あんまりね、もうできることが少なくなってきましたよね。そう、とりあえずね、あんまりやりたくないけど、一回ぐらいね、やっぱりやっとこうかなって感じのやつをね、やっていきましょうか、この後は。だからね、次回あたりはね、多分あれかな。そう、次回植林かね、もしくはあれやりたいと思います。なんだっけ、サトウキビか。はい、どん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 入っていっております。結構量あるんですね、やっぱり。まだまだ入っていってます。余裕でね、多分満載できるぐらいの量はありますよね。まあ本来のトレーラーだったらね、とっくにね満タンになってますけどね。インチキ的な容量ありますから、このトレーラー。はい、もうね、普通のマックストレーラーのね、約2杯分ぐらい入ってます。それでもまだ残ってる。まあそうだよな、10何万つってたかな、18万ぐらいでしたっけ。結構溜まってましたもんね。はい、とりあえずね、こちらの堆肥用のね、バンカーが空になりました。でこっちのね、肉牛用の方のバンカーに行って、こっちのね、やつも補給しておきましょう。はい、前の方のね、タンクがいっぱいいっぱいになりました。これで今真ん中が溜まってってる感じですかね。いやでもね、ぶっちゃけね、サイレージ等じゃなくて、まあぶっちゃけこの堆肥とね、スラリーで結構お金に変わるじゃないですか、あのバイオガスで。だからね、何気にやってみたいのがね、一つあるんですよね。まあ、なんだっつったら、あの始めたばっかりの初手でね、いきなりね、家畜とバイオガスでお金を増やしていけるのかっつうのをやってみたいですよね。これはどう考えてもね、ある程度資金力を得た後じゃないといろいろきついような気がしなくもないんですけど、最初からねやってお金がね、そこから一気に爆発的にね増やしていけるのかっつうのをね、ちょっと試してみたい部分はありますよね。はい、ここでね、サイレージを投入しましょう。え、あ、こっちか、堆肥は。はい、堆肥はこっちですね。はい、もういっぱいいっぱいになりました。はい、スラリーと堆肥がねパンパンに入っております。はい、ってことでね、じゃあちょっと1ヶ月送ってみましょう。はい、ってことでね、売却した商品としてはね、1000ユーロにしかなってないですね。で、バイオガスの方がね、やっぱり結構なお金になるかなって感じです。41,000円。なんでね、まあ、とりあえずはね、チョコレートだけではね、売却で食っていける感じではないですね、間違いなく。まあ、こちらの方ですけどね。で、現在生産してるじゃないですか。で、砂糖の方もね、かなり供給されてる感じで余ってる感じ。うん。ですけど、とりあえずは、まあ間違いなく、これだけで食ってくのは大変って感じです。だからね、こう、この二つもね、同時に作ってれば、まあ多分ね、牛乳の消費量も増えると思うので、その分ね、利益は上がると思うんですよね。ちょっとね、これで一回月を送ってみましょう。
はい、違う結果が出ましたね。逆に安くなるんですね。1日の売り上げがね、さらに下がりました。だからだとしたらね、こうあんまりこう余計な貯蔵になってるんだ、そういうことね。ちょっと売却だな、売却。じゃあちょっと送ってみましょう。はい、まあ結果が出ましたね。やっぱりね、こう見て割ってわかる通り、まあここがね跳ね上がってるのは、在庫として売ってたやつもあったので跳ね上がってる感じ。だから牛乳と砂糖だけでね、まあたったそれだけで、まあだいたい月1万ユーロにはできるかなって感じ。で、まあ副収入としてね。で、バイオガスの方でね、スラリーと堆肥をやってる感じで、でも多分これ堆肥使い切ってるんですよね。そうですよね、やっぱ堆肥使い切ってましたよね。だから堆肥とスラリーで4万ぐらいなんで、だいたい5万ぐらい利益上げられる感じですかね、月。ただの売却にしても。なんでね、結構、やっぱ美味しいですよね。ただね、今のところね、牛が若すぎて牛乳は今生産できてないですけど、うん。どっちのが美味しいんだろうな、肉牛にするか。こっちね、60頭まで増えてますね。試しにね、じゃあ、3416まで来てるか。うーんってところですよね。もうちょっといけるのかどうか怪しいところだけど、まあとりあえずこれでね、試しに売ってみましょう。はい、こちらはね、だから6万ユーロになりましたけど、まあどっちのが美味しいんだろうな、肉牛を作り続けるのか、乳牛にしてね。牛自体もね、なんだかんだで1500で売れるんですよね。だからこっちをね、乳牛として育ててる方が美味しいのか、まあなんだかんだでね、餌がめんどくせえけど乳牛の方がね美味しそうな気はしますよね。スラリーとね、あのワラのこの堆肥の溜まり方はね同じぐらいなんでね、まああれですけど。はい、ってことでね、とりあえず今回はね以上になります。で、次回はね、とりあえずはサトウキビやっていきたいかなと思ってます。はい、ってことで最後までね、ご視聴ありがとうございました。